全然倒れーねーっつってね。ひよれーねーが全然倒れーねーっつって。画面表示28イケメン界の浪人生アキオです。よろしくお願いいたします。イエーイフーということでね、モンスターハンターライズサンブレイク1、2、サンブレイクプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということでようやくね、ミスター1ランクのクエストを2つ、セレクトクエストと言われるやつをね2つやったところね、提督ガリオス様からね、急報をいただきましたのでね、やっていきたいと思います。カメラの里より急報だ。え、カメラの里から？フィオレーネ。はい。アキキュン殿、こんなんちゃうかったな。どうなんだっけ。アキキュン、アキキュン殿、我が名は明日か。アキキュン殿、佐藤佐殿から大事アートで天狗獣ビシュテンゴが暴れているとの報告が入った。このビシュテンゴが通常の個体とも主とも違うらしい。どうやらビシュテンゴアシュのようだ。本来ビシュテンゴアシュは大蛇跡を生息域としていない。だとすれば大域生物が及ぼす生態系の変化で姿を見せた可能性が高い。提督、こたびは私もアギユン殿と共に出陣したく思います。よろしいでしょうか。ね、合間に入るね、キャラクターボイスとね、僕のね、こんな感じかなっていうのは全然違いましたね。推測が正しければ責任は王国にあります。騎士の誇りにかけて、たとえこの命に代えてもカムラの里を守り抜きます。いやいや、もうそこまで絞らなくていいっすよ。もう別にそんなんね、やっぱり貿易とかあって、そのね、他国から他国やっぱりね行くとね、どうしてもその船とかね、その微生物とかついてくるんで、ちっちゃい生き物とかがね、ね、だからもう仕方ないですよ、その交易がある以上。なので大丈夫です、こっちはこっちでやります。フィオレーネ、私の命は当の昔に騎士道へと捧げております。必ずや王国のご期待に応えられるよう。フィオレーネ黙れ。そこまでしなくていいと言ってるんだ。誇り、正義、忠誠、使命、守るべきもののためにすべてを投げ打つ心構えは騎士として美しきことである。そしてお前の見た目も大変美しきことであると私は思っている。しかしその美徳のために己の命を軽く扱うな。お前の危険なところだ、分かったか。だからカムラの里のことはこいつに任せとけばいい。ほっとくんだ。しかと心得ました。深淵の悪魔のおとぎ話を思い出せ。かの悪魔は乱れた人心に引き寄せられ国を暗いに現れる。俺がお前に今抱いているお前のことが可愛いなという、そういう乱れた人の心に引き寄せられるんだ。わかるな。美徳に酔う騎士の心も悪魔を引き寄せるには十分だ。そして私がお前のことを今可愛いと思っている、それも引き寄せるには十分だ。夢忘れてはならない。美術戦後亜種の件については秋ギュンとの同行は許可する。え、一人行くって言ってますけど、僕大丈夫ですよ、一人で大丈夫なんで全然。はい、むしろ一人の方がね、動きやすいというか、やっぱりちょっと女の人が近くに、異性がね、ちょっと近くにいると気にしちゃうんで、ちょっと一人大丈夫ですよ。すでにちっち姫のね、ちっち姫っていうのがね、本当に慣れるまではね、もうエッチにしか見えなくてね、もうエッチにしか見えなくて、ちょっとね、ね、ちょっとやましい気分になってたんですけど、わかりました、登録されてるんですね。はい、緊急ゲストとして登録されているはずだ。抜かりなく行くべし。ねえ、でね、一通り話が終わったらもうね、そっぽすぐ向くんで、あの人たち、もう完全にね、まあそういうことですね、仕事だけの関係、あくまでね、プライベートは別にもういい、飲みに行くっていうのも、あくまでね、仕事だけ、仕事上の関係っていうね、プライベートではこういう感じですね。もうすぐそっぽ向くっていうね、おいどけお前ら。はい、ということで、受付嬢のちっちゃい姫に話しに行きましょう。ね、ウルトラマンデッカーっていうのが始まったことに対する多分ね、
何ですかね、リスペクトじゃない、オマージュという、オマージュでもないな、なんていうかな、多分そこにね、あの合わせてきてますね。ウルトラマンデッカーって言うんですよね。でっかいでっかいからね、腕っかーって言う、それでねかけてきてるんですよ、多分対抗してるんですよ。何やるって言うとこの大きな声が聞こえてきましたか、大丈夫でしょうか。科目だからにしは珍しいことですね。よそやね、よう喋ってましたね。なんかね、すっげえなんかあのフィオレーネが美人や可愛い、なんかそんなことばっか言ってたな。ですが、人のように立つものは無駄に部下を怒鳴ったりしないもの。そうやね、部下に、無駄に部下を怒鳴ってはなかったけど、なんかちょっとセクハラまがいなこともしてたような気もするけど、それが騎士をまとめる提督ならばなおさらのことです。そうなの、なんかちょっとセク、ちょっとコンプライアンスに引っかかりそうなことばっか言ってたけど大丈夫かな。となったのは、その必要があったとのことでしょう。チッチは詮索いたしません、した方がいいよね。あのお姫様やったら、これからね、出世向こうより立場上になるから、もう何とかした方がいいと思いますよ。さて、すでにご存知の通り、大蛇跡に、あれ大蛇跡じゃないんか、大蛇跡か、あれ大蛇跡か、俺先はずっと大蛇って言うねだ、大蛇跡に微生物の場所が現れました。フィオレネの推測通り、生息生物の多域生物の影響があれば、これは迅速な仕事調査が必要ですね。はい、今回の気球クエストフィオレネも同行するということで気合十分といった感じでした。お二人がそれは怖いものなしですね。それではお気をつけて。特別のクエストご確認くださいませ。まあね、まあ外来種が入ってきたらやっぱり元々おった生物っていうのは影響を受けますからね、そういうことを心配してるのかな。僕にとってのフィオレーネさんがね、実はね、いつもね、プレイしているここにね、いるんですよ。僕にとってのフィオレーネさんがね。さよなら。さよならとか言うなよ、お前。ちょ、ふざけんなよ。今一緒に行こう。僕にとってのとかっつって一緒に行こうと思って。クエストも今受注して、お前、さよならじゃないろ。ふざけんなよ。騎士道に反してるぞ、それは。どうやろ。いや、そんなことでもほら、俺、ムザンさんも似てる。え、ちょっと待って、嘘、じっくり見てくれるってこと、どう、待ってじゃねえよ。お、止まろうけどやな、どう、どう、どう、逃げる、無難様に。どう、見た目は、でも見た目の話よ、どう、私をなんと心得る、うーん、何やったっけなーっていう感じだけど、どっちかっていうとえ、そうやったっけ、おお、そうやったっけなー、思い出されへんけど、ちょっと待てよ、あ、おい待てよ、何構えてんねん、何やねんお前、騎士場に反するぞその銃の構えは。こっちは騎士やぞ、騎士。え？あ、ほんまや、すごい。ほんまや。だるいって。おお。やっぱ帽子かぶってる方が、やっぱこの、あれがあったからな。こういう帽子かぶってるとこあったからな。浅草編やったっけ？なあ、やっぱこのムザンさん似てるわ。うん、いいやん。炭治郎に倒された後、異世界転生したら性格が軽くなっていた剣やな。ムザン様、ムザン様。お、タヌキな。お、ああ、うまい。柿うめえ。おい、ほら、お前、何見てんねん、これ。おい。お前な、ちょっと待てよ。お前、俺に向かっても柿投げ、いや、違う。どうしたん、いやいや、柿投げたとかって、お前らか。おい、お前らやな、柿投げてきた。これ、お前、食べ物を投げるなっつってる、投げていいのは、ぼっくりだけ。ぼっくりは投げてもいい、食べられへんから、もう、ぼっくりだけ投げなさい。わかったか、ああ、ごめんなさい、すいません、もう食べ物はそばつにしません、すいません、柿はもうこれから食べるだけにします。あざ笑う道家、飛天上獣、ミス天狗亜種、読めてたかな、ちょっとなんて書いてるか、おー、ついてきてる、
マジか。フィオレーネの動向。ね、フィオレーネってすごいね、あれみたいなね、ブドウのね、種類みたいなね、さっきあいつ柿投げてましたけどね、なんかブドウのね、銘柄みたいな、なんかそんなね、名前ですよね。モンスターハンターライズサンブレイクでは一部の緊急ベースにフィオレーネが同行する場合があります。毎回だよねみたいですね。なんか気分が向いた時で来るんでしょうね。フィオレーネが倒れてもクエストの失敗条件にカウントはされません。ソロプレイマルチプレイどちらでも同行します。おー、そうやな。おっと、いけないってこと。いや全然違うんだけど種類が。ちょっと待って、俺こんな格好で、え、すごいな、お前、すごいな。うん、いいわ、やっぱり。やっぱりね、あの、男として、やっぱり女性が多い方が嬉しいな。お前、すげえ！勝つ、命を大事に、標的を狩猟する。この人の声有名な人じゃん。フィオレーネの声なんか聞いたことある。ちょっと待ってや、調べよう。フィオレーネさんの声誰や、有名な人っぽいけどとほら石川由依、有名な人やと思った。やっぱりほら、そうやん、ミカサッカーマンやん。聞いたことあると思ったもん。ミカサッカーマンやん。そうやん。なんかね、あれやったんですよ。最近ね、最近ではジュラシックワールドの新しいやつがこう映画公開されるにあたって、あれを見たんですよね。一個前のやつを。炎の王国を。その時にもう、やってはったんで、声優さん。で、役してたんで、そうそう、だからね、最近ね、ちょうどね、聞いたことあるなと思って。そうやん、聞いたことあると思って。なんか、ボソボソ、もうちょっとセリフが長かったら、もう絶対そうやと思ったけど、ちょっと、うん、短かったから、そう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 。やっぱそうやん。で、フィオレーネさんはなんで向こうついててんのあ、そうか。あ、違う違う、そっちで貼ってるからや。そうです。だから、そっちのフィオレーネやわ、それ。だから、俺のフィオレーネじゃないねあれ。そう、俺のフィオレーネじゃないね。ケプキやん。うん、そうやん。そうやん。聞いたことあると思ったら、ミカサやん、やっぱり。すごいやん。ほら。ミカサの声、ミカサ思い出す。うん。ほんま、まさかのミカサっていうな。なんかね、せっかくね、新しいというかね、キャラクターがついてきてくれてるからね、なんか、ちょっと俺、置いてきぼり感、めっちゃ味わいたくないから、ついててんねんで。そうやで、いつもやったら別々2人で行動しよう、2人で手分けしてやけど、なんかもう2対1にされてると、なんかちょっと寂しいから、俺ついててんねん、今。そうやん。ちょっと待ってよ。でも兄ちゃんもうハミコやから嫌やで俺。騎士としての務めを果たす。ほら、ミカサや。ここまで聞いてたらひょっとして自分で気づけたかもしれん。うん。ここで必ず退けるぞ。おお。かける。狙われてるよ。モンスターが見てるぞ。え、火っぽいな。だってあれやんか、その作りやすくあえて、だからその火をさ、水属性のやつがおるから。うーん、別に向こう回復させるわけじゃないやろ。喋ってるやつ多すぎて、もう何言ってか分からんわ。もううわ、すげえ、こ、うわ、ぼっくりが
ぼっくりが駒みたいに回ってる。すげえ。無茶をしないようにしなければ。あ、また提督に叱られてしまうな。同系とか言ってたな、そういえば。うんうん、そう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 、同系とか言ってたから、なんかこう大道芸的なあれしなんやろな。お、トケと、トケと戦ってる。任せろ。プーケ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 プー、イエーイ、いけいけ、ほら食らいやがれ、ベロリンチョだ、ベロリンチョ攻撃、完璧な操縦だ、ありがとう、嬉しいわ。やっぱりあれやわ、綺麗な女の人に褒められるとテンション上がるな。やる気でやるわ。そうやで、しかもできるな、仕事ができて綺麗な女の人、頭もいい、力も強い、守ってくれる、稼ぎもある、素晴らしい、家事もやってくれるなあ、育児もやってくれる、何もしてくれるっていうな、素晴らしい、素晴らしい、俺なんかもういなくてもいい、素晴らしい、それだけで生きていける、素晴らしいな、素晴らしい、でも一人も多いわけやろ、攻撃が。うん、で、だって、あいだーい、急いで治療するんだ。あ、そうなの、え、あいつ、それもカウントされてるってこと、そうなの、3人クエ用のパワーモンスターもあれなんてるってこと、そんな、いや、それはないやろ、だって、え、だとしたら1人でやったら2人になって、2人用の強さになってるってこと、きつないぞ、え、俺もうテント戻っとこうか、じゃあ、え、いや、だからだとしたら、あの、俺もテントで待っとこうか、二人の方がいいやろ、二人の方が戦いやすいってことやろ、え、でも二人の方がいいやろ、くそ、騙されんかった、ピオレーネか、犬じゃ、ワンゴリンじゃ、向こうの、やば、やばいやば、ゲームが混同してるわ。おお、なんか割れた。え、ちょっと待って、意外にね、逆にさ、めっちゃ強かったらどうする、要は、いや、だからもう俺らっていうか、あの、テントで待ったら勝手にピオレーがやっつけてくれるみたいなことない、ワンちゃん、そうか、なってくれよ、すげー、やっぱりいいね、やっぱ綺麗な声の人が、綺麗な声の人がおるとやっぱちょっと締まるな、そうか、じゃあベルセルクが全盛期の時に、ベルセルクのアニメがよ、全盛期の時にあのミカサ役の人ったらキャスカの声はそうなってたんかな、別にな、宮村優子さんが別にあれやったけどな、あれはあれでやってる、ここすげえ、あ、
あ、うん、そう、そうなんですよ。僕が罠置いたんですよ、それ。そうやね、そうなんですよ。怪我はないか。混同されないように気をつけよう。やば。気をつけろ。混同。ほん、お前や。俺が置いた罠がこんなところに。素晴らしい。あれ、違う違う。こんで。うん。ちょっとフィオレーネこっちやって、フィオレーネ よおい、あいつちょっと夢中になりすぎやって。そうやな。おい、こっちやぞ。何してんねん。こっちやぞフィオレーネ。あーおーち、来た。なんで飛び越えてんねん。おーい、そんなうまいことさ。おっぷ、おっぷ、おっぷ。いや、その技にかける前にやな。おっ、ヒョレネが全然もうあれやから、チームワークを取らへんから。あいつがちょっとチクッとこう帰ったら。そうやで、そうや、もう言っとこう、チームワークがね、ちょっとなってない人だって。提督に言っちくったろ、あいつ。うん。あ、あれお父さんか。お、すごい。尻尾ちゃおうかな。え、強いと思う。うん、 YB や。 L 押して、じゃあ R か。 B やつ、 YB や。自体を初めて見たが、あ、そうなん。なんとも腹の立つ動きだな。初めて、お前王国内初めて見たくせに、お前王国のとかでようわかったな。あ、王国の方から来たわけじゃなくてってこと？あ、もうなんかもう何も覚えてないわ。何も覚えてない。その設定を、うん。そうやん、設定を全然覚えてないわ、ほんまに。ああ、あ、そうか、そうか、全然あれやわ。ほんま申し訳ない、何の話も覚えてない、何の話も覚えてないやわ。そうわ。え、サブなんかない、もう剣振り回して倒すだけ。あ、そのことじゃなくて、そのことじゃなくて、こういうことが、こういう生態系の乱れをってことね。うん、とにかく言われた通りにゲームを進行するだけ。元も子もないこと言うなっていうな。そうやん、いでー、めっちゃ火炎放射吐かれた。燃え上がったって、もう火炎放射食らってねんから。もう嫌みんなこと言うな、ほんまに。なあ、そうやん、そうやん、チュートリアルでな、ピオレーネさんが死んでもカウントもすぐ死ぬ、すぐな。めっちゃうまいんだよ、じゃあ。すごい、ああって声してた。
すごいよ、なんかなあ、カウント倒れてもカウントされませんよってな言われたのに、うん、だからすぐやられそうやったのにな、全然倒れーねーっつってね言われーねーか、全然倒れーねーっつってあーごめん、それが言いたくてそれが言いたくて、あのね、やられることを倒れるっていう風に表現してるしてて、ね、うん、倒れねえよっつって、倒れねえっつってやばいやばい、面白いな今の。なんでもあるよ、面白い。あんま思いつくんだな、そういうこと。そうやね、何も覚えてないくせにダジャレだけはもう一丁に思いつくっていうなあ、何やで、何も覚えてない。そうやね、なんで俺がこのゲームを進めてんのか全く覚えてない。どうのにさ、もう何のために生きてるのかっていうな、生きてる意味すら分からへんのにな、ダジャレだけはすぐ思い浮かぶっていうなやば、ちょっと待って、俺顔面偏差値28とか言って、いろんな偏差値28とか言ってるけど、ダジャレのあれだけ、ダジャレ偏差値だけは俺もうひょっとすると、うん、奥あるかもしれん。いや武器がじゃ違うんや。あれハルネーゼ、ハルネーゼじゃん、ハルネーゼじゃん。ハルネーゼはだって、ハルネーザだってあれしてないやんか、その武器はだってあれやんか、持ってないやん、ハルネーザやで。ああそうか、もともとそうか、ああそうか、ああそうや、ああそうやそうや、もともとそうやわ、ああもともとがな、そうや。え、なんでどうした、え、どうしたどうした、お腹すいたん、トイレ、あ、そうかそうか、女の人やからな、やっぱり女の子の日なんかな、ちょっと調子悪いよっつって。なんでやねん今をな、あの男子高校生もなつける時代やねん、授業で。あ、やだ、待たせたな、早かったな、お腹痛いな、あ、鬼乗ってきた、何じゃ、すげえぜ、すげえぞ、うん、わフィオレ、うん、フィオレですすげえぜやな、超すげえぜ、やばなんや、ごめん、なんかちょっとあいつちょっとトイレ行ってるサボロキアとかって思って、ごめん、そう見せかけて実はっていう逆のパターンやったな、いでー、もう人のこと、すごい、あー治療するわ、ありがとう、ごめん、なんか治療するたびに殴られるけど、ごめんな、ちょっと、あーぼっくりがバウンドしてこっちに、ちょっと待って、めっちゃ、ちょっと待って、俺らもう負けてるぞ機械に。あー AI に負けてんぞ、すごいなぁ、おい、ほんまやわ、ディデントの狩猟勉強になったよ、後で共に反省会でもどうだ。いや反省会、いやもうぜひぜひ、あのちょっとお店予約しとくんで、うん、飲みながらでもちょっとしましょうすごい、お、すげえ歩いてる、めっちゃ得意げに歩いとる、すごいな、いやほんまやわ、俺ら以上に
貴殿の判断に任せるよ。え、分からん。もうちょっとちゃんと喋ってほしいな。めっちゃ囲まれてるし、めっちゃ囲まれてる。俺見て、あ、なんで歩いてんの。ちょっと待って、なんで歩いてんの。何そんな言ったり、何ちょっと。お、来てくれた。お見事。うわ、うん、よかった。重玉が2個も出てる。大重玉、重玉、大重玉と重玉が出てた。やったぜ。お、やった。ミスターが、ミスターランクが2になったわ。無事に帰ってこられたな、アキキュン殿。いや、アキキュン、共に使用した仲間だ。これからは友として堅苦しい呼び方はなしにしようじゃないか。ね、ブドウみたいなね、名前しながらね、なしにしようじゃないかっつってね、農作物ダジャレを入れてきましたね。一部始終、カブラの里より報告を受けている。両人ご苦労だった。うーん、例のビシテンゴアッシュ調査員によれば、大液生物の影響を受けて大屋城跡に現れたと見て間違いないとのこと。さっきからずっと言ってたんやぞ。大液生物の発見と狩猟、そして拡大の阻止が急務だ。はい、仰せの通りです。調査員によると、大液三鉱の痕跡を見つけ捜索を始めたとのこと。大域三皇はいずれも手強い。エルガドの団結が欠かせません。アキ君、もちろんキデンもエルガドの大切な仲間だ。これからも頼りにしてるよ。頼りにしてるよとかつってね、今までね、あのカムラの里の人間はね、押し付けてきたんですよ。アキ君頼むぞつってね。だけどね、こっちの人はね、来てくれるんですよ一緒に。全然違う全然違う。うん、人、あの人をね、人扱い、ちゃんとね、僕をね、人扱いしてくれる、すごいいい国なんで、僕はこっちの国のために、あの、尽くしたいと、そう今ね、思い始めてる、そんなところでございます。ああ、納得してくれましたか。ありがとうございます。大域参考については、調査員の報告を待とう。さて、記念とは別に話したいことがある。ああ、来た来た、告白される。ねえ。この後、少し時間をもらえるかな。ああ、ちょっと待って、ちょっとお店の予約して、その後のことも考えてもらおうか。ああ、そっぽ向いとるがなっていうか、その手前になんかおるがな、一人、邪魔もんが。何してんねん、これからデートに誘われて。なんやかんやると思ったのに。お前、ふざけんなよ。くそ。おい、じゃあ、どうするじゃあ。じゃあ、ジェイ君、俺と行く？ジェイ君、俺とどうする？飲み行く？今日。なあ。待っていたぞ。待て待て。あ、待て。あ。きれいと、二人で城に行ったばかりだが、ぜひまた、私と共に城行ってほしいと、思っていてね。ちっちゃい姫から受注できるよう、新たにクエストを用意しておいた。ぜひ、確認してくれ。我々は立場こそ違いども、共に狩猟に行く仲間を盟友と呼び、同行することで高め合っている。私の他にも高き炎である貴殿と共に狩猟に赴き、盟友となることを望んでいる者は多くいるはずだ。そうして依頼があれば、ぜひ同行してほしい。同行を言う必要はない。ただ同行すればいいんだ。絆を深めた盟友は貴殿の大きな助けとなるだろう。そうそう、ギルドとは無関係で、王国から出される重要調査クエストにも盟友も同行できるぞと、小難しく喋ってしまったが、構えずに気軽に同行するといい。要は一緒に狩りに行こう、一緒に狩りに行こう。何を狩るかはあなた次第だ、というお誘いだからね。ああ、もちろん今大域参考をはじめ大域生物の調査が最優先だ。挑むのは余裕がある時で構わないよ。さて、そちらの優先すべきクエストもちっちゃい姫のところに新しく登録されている、確認しておいてくれ。ではまた。やったぜ、主要クエスト、陸の女王への謁見きたー。ねえ、もう女王とかもうそんなばっかりやな、女の人ばっかりね。
位の高い。ではまた。またね。いやー、やったぜー。まあね、楽しかったんで、また行きましょう。ね。うん。いやいや、俺、ジェイ君とさ、さっきほら、行こう。行こっか、飲み、ほら、ちょっと言うてやん。ジェイ君、じゃあ俺と行くっつって。飲みに行くとかって言うて、ジェイ君、つって。ね。よろしく頼む、ジェイとかって、なんかそういうの言おうかなと思って、言おうと思った時に、じゃあ、一回切り上げて、切り上げたタイミングで言おうと思ってんけど、もうその時はもう遅かった。先にこっちに話しかけてしまってたっていう。さらば。さらばだって言われてるやん。あ、アキユナ、もし4時間があれば、あ、私の資料に同行してもらえないでしょうかって来た。ルーチカさんから。すごい。いろんな人に声かけたけど、断られてるって。うん。なんか感情が高ぶって少々荒っぽくなりますので、そのせいかとやって。うわあ、いいですね。高ぶってね、少々荒っぽいぐらいがちょうどね。それで状況のためご協力いただけると。また微視点後やん。頑張りましょう。あ、まずいないよ。今すぐ行かんでもいいか。なるほど。また微視点後、微視点後もういいわよ。とりあえず今日は。なんやこれ、話しかけなあかんの全部。とりあえず。言ってること分からんっていうか、もう聞かんもん。はい、へっ、どうも。あ、なんか知ってる声ばっかりやな。知ってる声ばっかりな気がするな。記憶力やって。なるほどんぐり。記憶力の強化にはなるほどんぐりやって、ほんまくれ。頼むわ。俺の記憶力を強化してくれ。うわぁ、もう美人ばっかりやな、やっぱり。もう張り切っていこうぜ。ほんまに、カモの里の時、もうこうやって武器とか装備探してで喋りかけられるのめっちゃうざかったけど、今めっちゃ幸せやもん。もっと話しかけてっていう。いやー、やっぱなー、こんな言ったらあかんのかもしれんけどさ、やっぱり店員様は女の人に限るよな、どこの店行ってもな。すごい、天狗になる。すごいすごい。いろんな意味で天狗になりそうな武器装備やな。すごいわ。ちょっと待って、めっちゃスキルつくやん。天狗 Z。やば。だって爆破属性強化もついてて。これ、すごいやん。爆破属、あ、そうか、スロット4のやつはモンハン、あれか、ワールドの時もあったか。すごいなぁ。デザインが、なんかすごい、キャラデザがすごいな。キッチン姫のお話を。受付いたします。お借りください。ビシュガーシュの終了、ご苦労様でした。今回の、人間クイーンさんの新種ごとに、ミスター星2のクエストが開放されました。おめでとうございます。はい。ヒョレネーから、いないのあったクエストも、盟友同行クエストとして追加されますよ。それにしても、攻撃生物の影響によるモンスターへの異変が予想より早くて、ちっちゃいは不安です。ちっちゃい不安ですか、ちっちゃい不安です。ですが、王国サンゴの痕跡、発見との報告もあり、倒すことで、生態系の乱れを抑えられるかもしれません。さて、それでは、事態の収束を願いつつ、ミスター2のクエストをご確認ください。ああ。なんか、ミジュアルのことをドワグってなんで言うんですかって一緒で、なんか、なんで MR のことをミスターって言うんですかって言われへんかな。うわ、松ぼっくりがどうの、松ぼっくりで需要競争をやって。クエスト、追加されました。ビスティオンガーシュの2匹です。よっしゃ、行こうぜ、なんか。もう一食いぐらい行こうぜ。ちっちゃな頃から悪ガキで、15で不良と呼ばれたよ。ナイフみたいに尖っては、触れるもの皆傷つけた。お待ちしておりました。そうなんや。
ソロプレイなんや。クエストを達成いくとともに、と、絆が深まり、やばいやばい。完全に浮気やんかな。そうなんや。なるほどね。じゃあ、まあいいや、とりあえず後回しにしようぜ。さあ、クエスト、ミスターのね、ミスター2のクエストね、ちょっと、増えたんで見てみましょう。いや、新しい場所で、新しいとこじゃないんか。寒冷。あ、寒冷軍道だと今までのところ、あの雪のところや。あ、歌ないの？あ、そうなんや。マジか、歌ないんや。おお、見てほら、ムザン様、ムザン様。おお、お前、お団子食ってるムザン様、すごい。ちゃんとおじぎまですんねんで。さすが。おい、さすがムザン様。礼儀正しく、清く正しく生きてるムザン様、いいね。私の可愛い子供たちやな。そっちタイプのムザン様やな、こっちは。どっちもちゃおうか。私の悪口を言ったのは誰だ。じゃあ早く行こうやん。すっげえこいつ、こいつもあれかな、こいつも一緒に行くことになるんかな。セルバジーナ、サンパギータ、サンパギータって何だ。早く行こうぜ。準備できたぜ。早く行こうぜ、クエストに。アルロー教官、アルロー教官、あれや、すごい、山地、山地和彦、山地さん、ケニアカマンの声。そんな声してた、そんな声してた。すごいな、そんな声してた。あの人の声めっちゃ好きやねんけどな、全然気づかんかったな、その時。来たな。じゃあまたな。おお、うん、ちょっと待って、うん、鍛錬を怠るなよ。おお、そうやわ、そうやわ、かっこよかった。そうか、全然気づかんかった。どっから出ようとしてんの、お前。あ、そうなんや。待ってね、早く行ってくれ。パパー。気合十分だ。うん。リシングの防具、カッコ見た目じゃなくて。なあ、すごいな。はい、ということでね、とフルフル行って終わりたいなと、フルフル行って終わりたいなと思いますが、思いますが、マスターランクのフルフルは初めてなんで、どれだけね、どれだけ差があるのかっていうのをちょっとね、体感してないと思います。うん。どうなるの？そんなに、でも動き自体はな、見た？お、うわ、唇真っ赤っかやねんけど、口前からやだ。めっちゃ真っ赤っかやねんけど、唇が。おお、え、電気あんな放り投げてくるような動きしたっけ。なんか電気の弾をさ、なんかめっちゃ放り投げてきた。お、分かん、
その前のやつ覚えてないからやばい、なるほどんぐりくれ、なるほどんぐり俺になるほどんぐりをくれ、記憶力ちょっと高めたいわ。え、マジかよ、マジかよ、何が起きた。え、俺体力なかった。めっちゃすげえ、ここまで声聞こえねえけど。ええー、マジか、俺そんなダメージ食らってた。ちょっと防具弱すぎる。だってあれやもんな、前の防具やもんな。そう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 、 HR の防具300、あ違う、でも483もあるわ。うわあ、もうなんか怖、ああそうか、俺フルの攻撃ちょっと覚えてないわ。何しぎだっけこいつ。ぶつかまって、こんなんしてきた、お前してきてないよな。ほらやっぱり、え、飛びながらビリビリしてるやん。あ、マジで、あ、あやばい、怖い怖い、わあ、こんな二分割やってくるの。ぶち込ますぜ、アウチ。やっぱ曲が流れへんからあれやな、ちょっといまいち盛り上がりに欠けるな。そやな、でもなんかやっぱ火が弱点やからか、さっきよりからなんか凍ってる気がする、ダメージ。痛い、うわー気持ち悪い。ちょっと待って、これミスターラン2のやつやからさ、意外に強いんじゃん。はっ、ほんまや、誰やるな、でかっ。お、俺がちっちゃいっていうことをごまかすためにちょうど重ねてくれた。まゆっこさんの優しさを感じた。さすが俺にとってのフィオレーネや。いいやね、あーうち、オブ、あーオブ、2段階で飛ばしてきたやん。ナイス、ほんま原付みたいなやつやな、原付の右折みたいなやつやな、ほんまに。ナイス、あ、壁のやつ？あ、そうなんや、そいつになったらそんなことなんねや。うん、すごいな。うん、でもそういうことか。あ、そこに、そういうことやねんな。すごいな。あお！やめてくれ。やめてクリボー。おー、
飛んでた。めっちゃ飛んでてる。おお、すごい。ドスの時の飛び方とはもう全然違うやな。わからん。ぶつけてみ。うん、戦えてんな。で、だから完全にさ、あれやって、もう最初のやつはほら、最初にやられたやつは、もう油断や、油断。はぁー、すごい、あれみたいな、あれみたいな曲が流れて、ん？あ、何か、壁に引っかかってるやつおると思ったら違うかった。あれ、どうやって行くん、そこ。あれ、どこにあんの？ほんまや。見つけたぜ！わぁ！そうやで、絶対に倒さないと。だって食い失敗やねんから、時間が無駄になるから絶対倒さなあかんねんで。そんな気合い入れて言うことじゃないねんで。のーせーのーでって言うの。あ、そうやな。せーでかいのが来るぜ。せーでかいやつが来るってよ。せーでかいやつが。え、俺のことじゃない。背でかかった。俺だって3メートル40ぐらいあるもん、身長。うん、そうやで。そうやな、ダジャレとホラばっかりとか言うな。誰がホラ吹きやねん。誰がホラや。誰がホラーゲーム得意やねんって言おうと思ったけど、何のことか分からへんなって。めっちゃ叫んでる声聞こえねんけど。大事に使うからな。堂本剛のソメイヨシノやないんやからっていうぐらいな、叫ぶ声が。あれちゃうわ、それ。あれそうやな。あれ、ソメイヨシノやな。叫ぶ声がまた墜落したって。言うてる場合かっていうな。よし。いけいけ！おお、すごい。やつみはどう？おお、いいね。すごいわ。四つ宮堂がおるおかげで曲が流れてる。戦いの曲が。あれ乗ってもった俺。四つ宮堂。イエーイ。やっほー、相打ちを見た。すげえ、空中で。もう必死や。よだれ垂らしてもう限界が来てんのに、もう。お見事やわ。あ、どこ行った？なんかあれかな、方向した方向で、あれかな、食らうとこあるんかな。方向したその方向で。大事なことというよりも単純に伝わりきれなかったので2回言いました。見事いけたじゃん。ただなんか分解じゃないわ。V 破壊ができてない。V 破壊ができてないっぽいよな。頭はいってるけど、体がいってないんかな。
いやでもなんか V 破壊ができてないね、分解が。うん、分解って言ったらでもあれやな、意味的には間違ってるけど、意味的には間違ってるけど、ニュアンス的には合ってるように聞こえるな。あぶーあぶ、おーすげえ、しゃあ捕獲や。ナイス、そうやな、属性が合ってるからやわ。そうや、完全にあれやわ、完全に よそ見という名の油断やわ。うん、そういう演出や、最初にもうすぐやられてもこれむずいんちゃうんって思わせといて、そう実はそうでもないっていう演出やん。流玉で出るしらっけ。めっちゃいいやん、それは出んかった。うわ、そうやわ、それはなかったわ。流玉なんかだって別に他のやつも出んねんから。裏攻撃っていうのがある。そのポーズ、それ何のやつ。あ、走る、これあれやん、でもあれやんか、面白いやん、これ行くぜ。なんでやねん、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 お前背ちっちゃいなーって、なんでやねんっつってどこに座ってんねんって、なんでやねん、なんでやねんはい、ということでね、今回炭治郎に倒されたムザン様がモンスターハンターの世界へ転生したら性格が明るくなっていた件についてね、やってみましたけどね、いかがでしたでしょうかっていうね、いかがでしたでしょうかねって言われてもね、困りますけどね。ということで、今回はこれで、モンスター、ああ、ちょっと手の位置が、手の位置が、ね、手の位置が怪しいなというところで、今回、これで終わりたいなと思います。ね、MR が2に上がったところでね、これからどん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 またね、MR をね、上げていきたいと思いますのでね、上げていきたいと思いますので、ぜひ、よろしく。あれ、俺、挨拶しかたわかんないけど。はい、ということでね、MR が2になって、MR2 のクエストをね、一ついったところで、ね、今回これで終わりたいなと思います。これからまたね、どんどんね、MR を上げていこうと思いますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画で会いましょう。